皆さん、こんにちは。おかけ情報局,局、局員のジャムジャムです。なんと20、2022JO1 ファーストアリーナツアー絆のライブブルーレイ &DVD の全国発売が決定いたしました。やったーおめでとうございます。はい。あの、こちらの、えっと、ライブブルーレイ &DVD は2023年来年の3月中旬に発売とのことです。 はい、もうこの絆ツアーといえば、2022年9月の愛知公演を皮切りにスタートした、あの、愛、愛知と愛知公演、大阪公演、神奈川公演、福岡公演、そして、あの、最後東京追加公演の、この、 えっともう、ツアーの絆ツアーの集大成でもある、あの10月23日の東京有明アリーナで開催されたツアーファイナル公演が収録されてるとのことです。あのツアーの配信は、あの、福岡ですよね。福岡公演の方がツアー、えっと、配信があって、この、まあ、約もうちょっと追加公演が約1ヶ月後だったんですけど、その、有明公演も、 あの、配信あるかなって思ってたんですけど、まあ、それはなく、まあ、なかったので、まあ、きっとちょっとこの DVD になるのではないのかなっていう期待はすごくしていたんですけど、本日、あの、この、えっと、決定の、あの、お知らせが届いたので、もうとても嬉しいです。もうめちゃめちゃ楽しみにしてました。そしてあの、ツアーファイナルといえば、あの、ユニットでくんちきてやった日ですよね。あの、 私があの参加したのは、えっ、ー、と、ピアアリーナ、横浜のピアーアリーナの3日目でしたので、あの、こちらのユニットの方は、あの、くんちきたはなかったんですね。あの、ドリーマー、イカロス、ソーワットだったと思うので、で、こちらの内容は、あの、福岡の配信と同じユニットだったので、あの、今回この DVD でくんちたタが、くんちきたが聞けるのが、すごく楽しみにしてました。嬉しいです。待ってました。 ありがとうございます。はい。あの、もう本当に、えっと、すごく楽しみですよ。よもうすごくこの DVD、あの、まだ詳細は、えっと、1月中旬に発表とのことなので、あの、DVD が3月に発売するよっていうお知らせだけが本日ちょっと届いた状態なので、まあ、あの、その件について動画にもさせ、あの、動画にさせていただきました。また、あの、詳しい あの詳細が決定いたしましたら、はい、あの詳しい決定をまた待ちたいと思います。あの、本当に今日、あの、その福岡の配信公演があった時のピクチャーチケットが今日お家に届いたんですね。自宅に届いたので、あの、もうその絆ツアーがも楽しかったことをすごくちょっと蘇っていたところのこの DVD 発売のお知らせ、もちょっとダブルですごく嬉しいです。 ま、あの、ピクチャーチケットが、あの、届いたんですけど、なんか、こちらのは、えっと、公開していいのかちょっとわからないんで、ちょっとチラ見せなんですけど、あの、表に、その JO1 が、あの、アンコールの時の衣装の、衣装の写真なんですね。と、後ろ、裏面に、あの、セトリが、23日、あの、違う、えっと、9月22日の、あの、福岡公演の時の、あの、セトリが、 乗っているんですけど、もう本当にもうちょっとセトリ見るだけで、ちょっとテンション上がります。あのもう本当にムーブザソウルから、あの最初の曲、ムーブザソウル、ボントビーワイルド、アルゴリズムに喜んでにワキラキと、もう怒涛の5曲あったじゃないですか。もうこの怒涛の激しい曲、5曲から始まった、この ツアーの DVD がまた見れるんだなっていうのがもう本当に嬉しいです。まあ、有明公演はもう行けてなかったので、もう本当にその見れなかった公演見れるのもすごく嬉しいですし、まあやっぱりこのツアーファイナルというところで、まあ、メンバーたちも、あの、すごい、ね、もう、あの、すごく、もう、なんだ、もうなんかすごく、あの、もうね、ファイナルに向けてのこの、ね、ファイナルの時のこのたもう高まってる、この、 映像が見れるっていうのがもう本当に嬉しいなって思います。はい。ということでまたあの1月中旬の詳細発表も待ちたいなと思います。あの JO1 のファーストアリーナツアーのキズナのライブ、ブルーレイ &DVD の発売が決定しましたということを動画に取り上げさせていただきました。以上、おかげ情報局,局局員のジャムジャムでした。ありがとうございます。